はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。でこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューするという内容になっています。で、普段ご紹介することが多いのは、まあ、一般教養とかビジネス書についての内容が多いです。でその他に心理学やメンタルについてまた継続習慣化についての本も、まあ、比較的多めにご紹介をしています。 で最近はお金とか投資資産形成についての本も、えー、読んでご紹介してますので、えー、もし興味がある方は、えー、チャンネルページから再生リストの方をご覧いただければと思いますでまたですねあのこういう本を読んでほしいなっていうリクエストとあればですねあのぜひコメント欄に書き込んでいただければあの必ずチェックをしていますしまたあのいつか読ませていただけることができると思いますのでぜひよろしくお願いします、えー、もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします で今日はですね、えー、とこちらの「悪いやつほど出世する」というタイトルの本をご紹介したいと思います。 でこの本はまあ簡単に言うとまあリーダーシップとかまあそのリーダーの教育についてえまあ一般的に言われている内容と現実に起きていることっていうのはまあ,ある程度そごがあるとでそれについてなぜそういったそごが発生しているのかでまたそういったそごが発生する背景としてえまあ注意をしなければいけない点についてまたえそれに対してまあじゃあどうやって改善していくかということについて説明している本になります。で今日はですね3点その中から面白いと思った点をご紹介したいと思います。 でまず1点目というのが多くのリーダー教育というのはまあなかなか成果は出ていませんよということで2点目がリーダー個人の、えーまあ、利益と会社の利益というのはまあ一致しませんよということで3点目、最後が、えーまあ、その組織の現実とどうやって向き合っていくのか、まあ、そのヒントというところをご紹介したいと思います。 でえっと、まず1点目の,その多くのリーダー教育は成果が出ていませんよということについてなんですけれどもこれはなぜかというとい実はですねこれはえっと最近ご紹介をした379番でご紹介をしている「企業内人事育成入門」という本にも似たようなことが書かれていたんですけれどもつまりそのリーダーシップっていうのは。 えと放っておくと各個々人のこう神話というかえ自分はこういうふうにした自分の時はこういうふうにすればできたっていうようなまあ神話とか伝説のようなものとして扱われていてその一般化された体系化された知識として扱われていないということがまあよく言われているそうです。つまりまあ知識や経験もないまた場合によってはリーダーシップを発揮するのに失敗して会社から干されたような人がまあ堂々と その自分のリーダーシップ論っていうのをまあ好き勝手に喋ってるということがま,あそのまずリーダーシップの教育について一番間違っているところなんじゃないかということがまあこの本の中でも言われています。でさらにその効果、まあ、その例えばリーダーシップについて研修を、えー、まあ受けたりとか、えー、講習を聞いたりとかでそういうことの後にですねその効果を検証する方法っていうのもまあ非常に少ないと、まあ、アンケートとかで「今日の研修はどうでしたか?」とか、まあ、そういうふうに聞くことはできてもじゃあ、えー、とリーダーシップがどのように変化したかっていうのをまあ長期的に的確に に捉える方法っていいいううのがまず少ないということと,、えー、とこれはちょっと2点目にも通,じる通ずる話なんですけどもまあ、仮にそのリーダーのやり方っていうのが間違っていた場合にリーダーがそれを改善していくインセンティブっていうのがなければまあ、定着をしていきませんよとまあ、そういった理由があって、えー、まあ多くのリーダー教育っていうのは成果が出ていないと間違っていたり、えー、まあその間違っている状態を改善できない状態になっているということがまあ書かれていました。はい 2点目は、えー、とリーダー個人と会社の利害は一致しないという点についてです。でえー、とこれはまず会社とか、まあ、ある集団がです、ね、組織をして機能するためには、まあ、その集団の構成員というのは、まあ、本来は互いのために尽くす必要があるんだということがまあ書かれています。なんだけれども、まあ、こういった集団のための行動の大半というのは、まあ、多くの場合は、えー、各個々人の評価にはつながっていないと。 いいうこともまあ同時に書かれていますで要するにですね会社のための使命と、まあ、そのリーダーが持っている個人の利益っていうのはまあ相反することが多いんですと。 えーまあ、つまりですねそのリーダーっていうのは例えば、えー、とこういうことをやる方が正しいこういうことをやるべきだっていうことが分かっていたとしても、えー、とそれをやらないでうまく切り抜けるっていうことが、えーまあ、権力を使うことで多くの場合はできることが多いんですね。とか、えーとまあ、自分に対して反対意見を持っている人でだけどもその意見が正しいなと気がついた場合に、えー、その反対意見を言っている彼を 切っっっってててしまうううこととにによよ、えー、自分に都合のいいいいなストーリーリを、まあ、作っていくとか、まあ、そういった権力があるとで多くの場合はそういった権力に負けて、えーまあ、自分のキャリア形成っていうのをとにかく考えるような傾向があるということです。で、まあ、ちょっと似た話なんですけども、えー、とこれはまた部下の側から見た場合なんですけども会社のためにこういうふうにした方がいいとかこういうことをやるべきだっていうふうに思っても今の会社で出世したい人は その発言が上司や会社の批判と受け止められるなというふうに考えたら真実を言おうとしない傾向にあるということだそうです。でこれもまさに同じことが、まあ、下の立場から見た書き方で書かれているだけなんですけども、まあ、つまりその上司が強権を発言して自分を疎んじた場合に何かされてしまうなということが分かるような人また、まあ、修正をしたいつまりそれが分かっていて修正をしたいと考えている人っていうのはやっぱりあの真実を言おうとしなくなるようなインセンティブが働くと。 でまあ、結果としてはですねその本当に何が正しいかということを、えー、と理解をしてちゃんとリーダーシップを発揮できる人がいれば一番いいんですけれどもそうではなくて、えー、と何が正しいかも分かっているそれは上司も部下も分かっているだけどその分かっていることが上司のメリットにつながらないがゆえに、まあ、上司は権力を発動して、えー、自分に都合のいいようなストーリー展開をしていくと。 まあ、出世のためだけに、えーまあ、ビジネスを動かすと、まあ、そういうことが往々にして発生するんだということが、まあ、書かれていましたでこれはまああの非常に鋭い指摘だと思いますあのやっぱり多くの組織で、えーとまあ、こういうジレンマというかですねはあの私も感じてきましたしあの例えば日米の会社を経験しましたけれども、えー、とどこでもある話だと思います非常に適切な指摘だと思います。 で最後3点目なんですけどもじゃあそういった、えーまあ、現状と、えーまあ、リーダーシップ論の理想論とですね比較して、まあ、どういうふうに考えていけば実際にその現実と向き合っていけるのかということについてお話をしたいと思いますでこの本の中では6つのヒントが書かれています。 でちょっと今回はです、ねえっとまあ、全部細かく話すと長くなりますので、まあ、6つのヒントをまあご紹介をして、まあ、簡単に少し、えーまあ、私の捉え方というか感じたことをご紹介したいと思います。でえっと、もう順番に6つ、えー、言っていきます。で1つ目がこうあるべきだという規範とこうであるという事実を混同しないことで2つ目が他人の言葉ではなく行動を見るということで3点目が時には悪いこともしなければならないと知ること で4点目が普遍的なアドバイスを求めないで5つ目が白か黒かで考えないで6つ目最後が「許せども忘れず」ということだそうです。でこれはですねえっとまあ要はですね リーダーシップ論というのは、えーとまあ、非常に理想的な状態が語られることが多いとでまたもちろんその何かを説明しようとするのでどうしても単純化が含まれてくるんだけれども実際に、えー、と組織で起きている現実というのはそんなに簡単じゃないとやっぱりそのリーダー自身にも、えーまあ、さっきも言ったように、えー、自分の出世という状況が、まあ、あのかかっている状況もあるので。 そのこうすべきだっていう100%を追求しようとして、まあ、その規範っていうのを追求しようとして、えー、現実との間でこうすり減ってしまうよりは、まあ、やっぱりそのこういうことも現実起きるよねというような捉え方をして、えー、まあ実事実を捉えていくと。 でまた、えー、と理想論として、まあ、何かこう考えたりするっていうのはいいんだけれどもそういうことを言う人の言葉にた惑わされるんじゃなくてちゃんと行動を見ていくで時として、えーまあ、リーダーとか、まあ、その会社組織においては、えーまあ、悪いこともしなければいけないとこれはまあ自分自身も含めてだと思うんですけども、まあ、そういった、えー、捉え方をしてですね、えーまあ、白黒をこう はっっきり考えなないいととと、まあ、同じこと言ってるのかなと思いますで最後1点目の「許せども忘れず」というところについては、まあ、これはちょっとあの意味合いが違うのかなと思うんですけれども、えっとまあ、そういったリーダーのまあ行動とかです、ね、現実と理想との,すれあの差っていうのを、まあ、あの許すべきですと。 で許すべきなんだけれどもじゃあそれで OK というふうに考えるかというとそうじゃなくて、えー、とそれは OK じゃないんだけどまあ、許そうというふうに捉えてで OK じゃない部分に関してはちゃんと自分で覚えておく忘れずに覚えておいて、えー、その部分をまあ自分であったりとか、えー、まあ組織の改善するまあ余地としてちゃんとそこは認識はしておくとでそれをまあ一つ一つ、まあ、現実的な範囲で少しずつ改善をしていくということが、まあ、実際には一番効果的なんだよということがまあ書かれていました。はい えっと、少し長くなってますけれども、えっとまあ、タイトル見た時はですね、えっとまあ、ちょっとこうなんていうのかなうんと浮ついたビジネス書みたいな感じなのかなと思ったんですけども実はどちらかというと、まあ、あの学術研究の内容なども、まあ、頻繁に引用した、まあ、結構きっちり書かれた本でしたで、えっとまあ、印象としてはですねちょっと一部で、えっと、同じことを何度も言っているような内容があった印象は少しありましたこれはちょっとあの海外の本の特徴なのかなというふうに思うんですけどもあの繰り返し繰り返しいうことで強調するという いうような書きぶりなのでまあ、少しそこは、えー、まあ冗長な部分があったんですけれども、まあ、内容自体はああああのののテーマを絞っててでですすね、あのー、よく書けいると思いますであのー、まあタイトルと,えと書かれてる内容っていうのもまあ,ある程度合致すると思いますしまあ、ちょっと悪いやつほど出世するという内容じゃなくてもですねやっぱりそのまあ出世するためにはまあ、あの出世するためにはというか出世している人のえ行動心理としてまあこういう行動心理があるんですよということをまあ説明している本だなというふうに感じました。 なので、まあ、あのー、まあ、心理学とかですね、会社のビジネス組織において、まあ、どういうふうに考えている人が動いているかとか、まあ、そういったところに興味がある方。まあ、私は非常にそういうところ好きなんですけれども、あのー、読まれてみると面白いと思います。はい、今日は以上になります。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。